ビッグモータータ西尾店で愛知県警の家宅捜索が続いていますビッグモーターの店舗前で街路樹が枯れるなどした問題愛知県警はきょう被害届を受理していた3店舗のうち西尾店と名古屋中川店に器物損壊の容疑で家宅捜索に入りましたこれまでの県や名古屋市の土壌調査の結果店舗前の街路樹などから除草剤の成分が検出されていて 警察は押収した資料などから除草剤が使われた形跡がないか調べています。